皆さんこんにちは、ルナトシのトシです。ルナです。今日もスプラトゥーンの修行やっていきます。ルナは当たり目食べていきます。はい。で、フェスだと思ってたんだけど、フェス来週だったね。大阪っけ。じゃあ行ってみましょう。はい、では今日は10ステージ目ってことこれ、うん、見回り先生タコパトローラー深夜徘徊、気分は徘徊、行ってみましょう。暗い夜だ。バケツ、バケツやったことない。はい、ヒーロースロッシャー。やったことない。バケツ結構最近攻撃力が上がってるの強いよ。これ壊せない。ほら気持ちいいでしょ。なんか強い気がする。そう、結構幅広くて強いの。あれね、発見するとびっくりするから追ってきて、ぶっ潰しに来る。あ、そこは逃げて。分かった？赤いライトが光ったらそこに飛んでくる。これ壊せないの？壊せん。でね、こいつ壁塗れるから、こいつの上乗れるよ。落ちてきた時うまくやれば。潜れ。降りてきた時に壁塗って登るか、もしくはそこ塗って登る。でもいずれか絶対登るようになる。とここら辺はもう乗らないといけないワールドになってる。ああ、幅広いからあんな隠れながら撃てるね。ドア開いてないね。ドアを開けるには別の道を探す。そこは降りてもなんもないよ。登って上で降りて、そうなんもないから。どっかにスポンジいっぱいあるはず。そこだ。ね、見つかってそこにダイブされると大変なことになる。続けて寿司ぬ。潜れ潜れ潜れ。やばい。それ余計なやつやめた方がいいと思う。でも潜りながらならバレんか。なんで後ろにいる。どこ行けばいいかな。そいつの上に乗る、もしくはその右に入る。ほらそこ左開いてるでしょ。あ、鍵あった。カニありました。落ちるまで待った方がいい。危ない危なかった。開きました。お、いけるかと思った。バルーン破裂させれば。危ない。ボム風船やるや。ああ難しい。あなたが下手なだけだと思う。そこボムシュー風船じゃったら一気に膨らむよ。ああ、そういうことなの。
あんま無駄にしたと。やっぱここで死ぬと一からですよ。奥のやつも飛ばせ飛ばせ。こうあのフグって復活するんだ。うん、無限です。フグはね、一発ちょっとかすっただけでもう爆発してくれるからね。クールに倒せる。だってジャンプ、いやジャンプでやればね、縦にセットできるよ。え、ジャンプして上からやればできる。こういうこと？そう。まあいいや。来い。あ、パトロール。早く行った方がいいよ。これここ？じゃあ、スジ乗るん。やべやべ。どこだ？痩せるな。あ。なんかプロペラに巻き込まれたよ。そうだよ、結構痛そうだったわ。あれ痛いよ。遅いよ。痛ってねえ、なんでジャンプしない。焦るなよ。ジャンプで、左側綺麗にしといてで下手だな。難しい。嘘だ、ただのタイミングゲーですよ。今撃てばよかったのに。えらく下手っぴだな。最終チェックポイント。長かった。クリアしました。はい、では今日の修行の成果です。
武器はプロモデラーです。この試合はノーカットでお送りいたします。赤だ赤だ、赤チームいけ、ピンクチームピンクチームピンクチーム、うわ調子いけた、もうジャンプできるかなパパ、うぅうぅ、回り道してくれないやん、あやられた、デュアルスイーパーって結構いっぱい飛ぶやつだな、そう、あのめちゃくちゃ強くなったやつ攻撃力とか、あそうなの、うん、へえ、あれ消えた、あいつよく生き延びたな、あんないっぱいボムが投げたのに、でもハンコで押し潰されてた、あれ、あ、まあ持ってるよ、これは逃げた方がいい、どこ行った、いや、もっと右に寄る、あ、それはやばい、うわケンタ君倒した、キムチディバイを倒した、イチローにやられた、イチローめ、イチローのレーザービームでやられた、チーン、ん、トラップだ、その中に落ち込むな、オッケー、もういい、あっち9番ボムレンちゃん使ってやろう、あー逃げ遅れた、もうケンタ君に やられた、あー負けちゃったか、負けてる、余裕負けで、ででんででん、はい、3キル3キラレぐらいかな、なんか下手くそになったな、また上がった、上がった、はい、いかがだったでしょうか、もうちょっとだいぶ下手くそになってきたね、うん、またよろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします、お願いします、ではまた見てください、じゃあね、バイバーイ、バイバイ。